J-9J-962 案の創造図 J-9 は生徒引き工業講師が開発した中華人民共和国の戦闘機。1980年に計画中止となった。中国空軍は朝鮮戦争以来ソ連軍機のライセンス生産機を使用してきたが、中蘇対立によって独自に航空機を開発しなければならなくなった。信用引き工業講師は、 ミング -21 国産型 J-7 の量産を行う一方で後継機の開発にも乗り出すが、1967年の初飛行を目標としたため、J-7 を元に改良することになり、総発型を J-8、単発型を J-9 と呼称した。しかし早期実用化が可能な J-8 の開発が優先され、 本格的に計画が開始されたのは1965年からであった。J-9 は開発の途中、5度の要求変更、3度の開発中断があり、開発は困難を極めた。1966年、5つの設計案の内尾翼デルタ6型と無尾翼デルタの V 型の2案が採用されたが、高高度ゲーゲ 長距離制空戦闘機の両立という要求に応じられず開発は中断された。翌年にはシックス型の開発が再開されたが、参戦、建設計画により開発チームを生徒に移転することとなり、二度目の開発中断となってしまう。1970年、開発チームは生徒に到着し、生徒引き工業講師に編入され開発を再開した。その折、 中国空軍が J-8 の初飛行によって計画見直しがなされ速度向上、航続距離延伸等の要求を行ったが現状のエンジンでは達成不可能として航続距離の延伸は見送られた。しかし、それでも搭載する918同期の開発遅延によりエンジンの目処が立たず3度目の開発中断となった。1974年にようやく918動機の 開発のめどが立ち、さらに性能を要求も910発動機で実現しうるものに修正され、政府も4億元の開発経費に同意したため、開発が再開された。再検討の結果機体の形状はシックス型に、カナードを設けた微減のような機体となった。設計は1978年に初飛行が可能な、域まで達していたが、910発動機に、再び問題が発生し、 また開発チームが J-73 の開発に転用されたため開発は停止された。折しも文化大革命以降非常に多数の計画を抱えていた中国は隠し計画を再検討し実用化が望めない計画は整理縮小することとなり J-9 も対象になり1980年に正式に開発中止を告示された。ありがとうございます。